今日は知覧武家屋敷やってまいりました。雨の知覧武家屋敷です。今日ここ知覧武家屋敷を散歩してみたいと思います。さあ何があるんでしょうか。この沿道はすべて食材がこれなんです。和ですよ、和、和の食材です。橋の名前が永久橋です。綺麗なもみじがあります。ここです、知覧武家屋敷くん。今日はここを散歩しますんで、ちょっと行ってみましょう。入園チケット、どういうことか。ここで入園料払えってことですね。ここで入園券を買わないと530円だそうです。じゃあここで買ってください。このイチョウはすごいですか。イチョウの色が描いてある。樹齢350年って書いてある。根の周り約7メートルのイチョウ。でここを勝手に歩いてけってことですね。それが武家屋敷なんですね。不思議なあれですね。知覧の武家屋敷庭園案内図7箇所あって、あここで、はいはいはい、で各自勝手に見てけってことなんだ。これが知覧武家屋敷の通りです。ここは私有地です。ここですね。基地って書いてある。西郷さん家の庭ですね。西郷さん、こんなとこにいたか。あ、こういう風になってんの。はいはいはい、こういう風になって庭園を見ていくってこと。これは全部の庭があそこに入園料払ったってことだ。あのイチョウの木とこの庭園の風景といいじゃないですか。西郷さん、庭を見に来たよ。雨の庭は日本人にぴったりだよ。西郷さんのお庭でした。西郷さんありがとう。お庭はありがとう。うわ、なんか南国って感じだな、この通り。いいなぁ。手入れしてあんの、やっぱり。平山さんのお家、行きます。門構えすごいね、平山さんの門構え。よいしょ。あ、はい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 。またいい感じじゃないですか。どうすか。さあ、次の庭園行きます。こうやってこの通りを通って庭園を巡れってことですか。これが知覧武家屋敷なんですか。あ、これ一軒一軒誰も住んでないけど手入れはしてるってことなんだ。空き家ではないんだ。どうもして、あ、休憩所がありました。休憩所です、ここは。そういうことなんだ。また見えてきたよ。ここは人ん家、人ん家だ。また平山さんだよ。あ、なんかシンプルだな。シンプルですよ。さっきに比べるとすげえシンプル。これ今日の雲の流れ早いですね。これ風が吹いたり傘が壊れたり、いやー外れた。傘の絵が外れた。もうね、この傘ダメなんですよ。そうだよ、回ってるよこれ。はい、ここも人ん家です。人ん家には入らないでください。これいないんでしょ。いないんじゃないのかな。でもまあ不思議だなあれ。ここじゃないの、違うの、これ、これ人ん家だよこれ。人ん家もなんか庭園が立派なんだけど、これね、人ん家じゃん。石棺塔、三叉路の地形あたりに建てられているこの石器塔は屋敷内に魔物が入ってくるのを防ぐ石棺塔というものだそうです。はい、防ぐ魔
そしてこっち見てください、これ。これすごいな。これ人ん家だったら嫌だよね。公開物件じゃなかったらこれ。これ絶対公開でしょ。いや、公開だよ。ほら、見てほら。人ん家だったら嫌だよ、これ。治安型二つ家。お、すげえ。すごい。分厚い。屋根が分厚い。どこの国に舞い込んできたのって感じ。ここは休憩どころですね。ここはお手洗いですね。不思議ですよね。広いよね。この不思議な空間を今私たちは散歩してます。しかし雨だから人がいなくていいですね。これありました。4番佐田さん、どう？これちょっと南国チックだよね。こっち民子さん、なんかコケコケしちゃってるね、石が。ここだよ、ここ。見て、入り口、庭園の入り口。あー、はい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 、はい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 、こういうことですか。はいはい、ここいいんじゃないの。ちょっと6番どうですか。6番これ梅、なんか花が咲くんでしょこれ。あんまりないじゃん。苔の紅葉。カッパ。びっくりした。その言い方やめて。カッパがいた。しかも女のカッパ。びっくりした、ね、カッパに男と女ってあったんだ。うん、あったんだね。何あの鳥、うん、あれ鳥、鳥っぽいよね。新しい鳥じゃんこれ。これ何これ。 スカイツリー、なんかタワーがあるよこれ。ここに一角におしゃれなカフェデポ、カフェデポ営業中。見てこれ、これインスタ映え狙ったよ。これ映えだよ絶対。最後あ、ここだ。はい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 、いいじゃないですか。ここ最後どうですか。ここ一番なんかはっきりしてるんじゃない、分かりやすい。それで私たちの武家屋敷ツアーは完了です。では行ってみたいと思います。英国、こちら武家屋敷の反対側の入り口ですね。一応武家屋敷回りました。雨の中頑張りました。頑張った私たちは。こちら英国館でティーを飲みたいと思います。ティーワールドって書いてあるけど、ティールすごい変わった建物ですけどね。ティーワールドよくわかんないけど、2階建てバスありますけどね。なんかクプーさん乗ってますけど、しかもどうぞ行ってください。え、ティールームはお休みだって。そういうことで今日は一覧散歩しました。雨の中頑張りました。この辺でお別れしたいと思います。さよなら。